テイルズ・オブ・ベルセリア、前回の続きからプレイしていきましょう。さて、まあこのまま戻ってもいいんだけど、前回こっち側とか全然探索できてないから、こっち探索しつつ帰ろうか。うん、海賊病の人がもう、かわいそうでしかないけど。話にならねえな。捉えられまい。逃しはしない。行くよ。行くよ。襲撃一刀。この距離なら外しはせん。ゼロの肩吐く。そこだ。4の肩固めろ。全然通る。本当に大胆。よし。影すまる。一瞬で沈んだ。よし。お、まとまってんね。刀の錆に押さえるぜ。くらいつくせ。スカンクってさ、スカンク、ジョロイ、影すまる。この世界のスカンクなんかあれだね、まっすぐ前に見てるね。そこだ。くらいつくせ。その手、ジョロイ、影すまる。現実のまっすぐ、まっすぐじゃない。やっぱり現実にいない。現実のスカンクより好きだもん。スパイラルヘイル。次、そこだ。くらいつくせ。飛炎冷却、呪い、影すばる。そこよ。ザ・スカーレット・エッジ。そこよ。飛炎冷却、そこだ。くらい尽くせ。そこだ。くらい尽くせ。呪い、影すばる。そこだ。くらい尽くせ。次、光。そこだ。くらい尽くせ。まとまってくれるとね、楽なんだ。影すばる。だった。じゃあそこよ。そこだ。くらい尽くせ。呪い、影すばる。向こうも終わるかな。そこだ。くらいつくせ。手に届け。呪い、影すばる。とどめ、スカーレット。そこだ。遠い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 。全然遠い。覚悟もなしに立ちふさがるな。動物に覚悟もつもないでしょ。最悪俺らがなんかこっちから襲ってる感じもあるし、あんま言えないよ。よし、イノフボトル使えないもんね。ってことはなんかイベントがどっかでありそうな気はするけど、どうだろうな。まあでもこの辺適当に集めていこうか。めちゃくちゃ綺麗なとこなんだけどさ、すぐに済ませるわよ。こんだけ敵いるとさ、ウキウキ歩きもしないよね。逃しはしない。すごいとこだよ。絶対ないとこだよ。だからあれか、こういう綺麗なところに人が住んでないのか。そこだ。ああいうなんか落ちるとか防壁みたいな感じやっとかないとめちゃくちゃ来るんだろうな。何やってんの現在。この先ローライネ周辺で大魔師様たちが演習を行われている。それが済むまで一般人は立ち入り禁止だ。ケチくせえな。いいじゃないか、別に通してくれたって。すぐに済ませるわよ。くらいつくせ。飛炎冷却、呪い、逃しはしない。ドクサイドブリッツ。そこだ。くらいつくせ。ブリッツステラシンク。覚悟はいいか。かわせるもんならかわしてみな。ウェイストレスメイヘン。恋に落ちてくる間って終わらせる。なかなかだよね。そこよ。逃しはしない。インフェルノ。なんだっけ、俺昔仮面ライダーカブとかなんかで、あのオリーブオイルを投げて瓶のやつ投げて落ちてくるまでに倒しきるって。やれやれ、ね、すごいんだよね。なんか高速移動の描写がさ、結構まちまちでさ、あの雨が止まるレベルまで止まってるのもあれば、そういうさ、なんか人がうわーって飛びながら落ちるまでの間みたいな、結構なんか動きがあるのもあったりとかでね。次はどこへ。なんか腹が飛ぶ。これが乱月流だ。ってことはこれは乱月流か。違うが。ここからここは乱月流ですね。乱月流を何だと思ってんだ。エリノはなんか最悪本気で言ってる可能性あるよね。こっからここか、こっからここかって何の話してんの。話にならねえ。くらいつくせ。破壊しろ。逃がしはしない。インフェルノ。下に逃がすかよ。行くぜ。ちょっと存在ならないな。呪い、次逃がしはしない。インフェルノブルー。そこだ。くらいつくせ。そこをどけ。
天に轟けっていう演技の人は悪名が届くんですよね。そこだ、タイマスに戻れないんじゃないの。邪魔するなら匿名があったんですっつってもさ、いやそんな嘘ついてんじゃねえよとか言われたらさ、もう終わりだもんね。というかあいつは普通に切り捨てそうな気がするよね、エリノは。利用できるものは利用して、それ以外はもう、まあ、何、ね、話にならねえな。そこだ、そういう、そういう切り方をしてそうなやつだよね。とどめ、スカーレットエッジ、影すら、そこだ、喰らい尽くせ。スクリーパー、呪い、とどめ、こいつは、喰らい尽くせ。影すら、そこだ、喰らい尽くせ。それしか出てこなかったな、言葉が。呪い、影すら、そこだ、喰らい尽くせ。呪い、重ねかよ。呪い、重ねかよ。邪魔するなら始末。じゃあもうそろそろ戻るか。敵をバンバカバンバカ倒しててもそれだけってのもね、なかなか芸がないというか。戻ろうか。戻ったところでなんかお話があるかどうかってわっ、いた、いたっけ。エッチとして何も見てなかった。よし、喰らい尽くせ。決着ですね。決着ですよ。これ普通に戻ったらなんか話進むかな。進むんだろうか。それもそれで気になるけどね。ん？何？済んだ？よぉ、元気かい？ザビーだ。おっと、喧嘩の相手はまた今度だ。デートに遅れるわけにはいかないんでな。それはアイフリードのものだ。なぜてめえが持ってる？拾ったんだよ、どっかで。茶化すな喧嘩や。力ずくでも話させる。副長さんよ、あんたは殴られたら口割んのか。試されるのはてめえだ。話したけりゃ話す、殴りたきゃ殴る。それを決められるのは俺の意思だけだ。何を。ちょいとアゴヒゲの可愛い子ちゃんを待たせてんだよ。終わったら語り合おうぜ、拳でな。待ち上がれ。アイゼン、みんなにサレトーマを渡さないと。お前に任せる。でも船へ急ぐわよ、ライフセット。うん。別にやりたいことをやっていい場所じゃないんだよここって。わかってるかな。とにかくみんな好き勝手するんだからなあ。早々に肩をつける。喰らい尽くせ。呪い、影すら、よく逃しはしない。そこだ、喰らい尽くせ。その手、呪い、影すら、リュクラッカ。そこよ、逃しはしない。インフェルノブルー、最後に銀天の一手。まあまあですね。やっぱ、あ、そっか。今あれか、前衛だけっていうメンツが組めないのか。早々に肩をつける。攻撃に専念して。よし、そこだ、喰らい尽くせ。固まるとは思うんだけど、何不説とか多少後ろにいるんだろう。そこだ、呪い、影すら、そこに、そこだ、喰らい尽くせ。もう大丈夫。一人いないと結構寂しいもんだな。油断は禁物だぞ。くらい尽くせ。やすい、逃がしはしないよ。インフェルノブルー、呪い、そこだ、くらい尽くせ。呪い、影すら、逃がしはしない。インフェルノブルー、そこよ、そこだ、くらい尽くせ。呪い、影すら、結構あれだね。逃がしはしない。インフェルノブルー、そこだ、喰らい尽くせ。消え冷却、呪い、影すら、そのそこよ、スカーレットエッジ、容赦しない。
一撃じゃ生ぬるい。絶破滅衝撃。いいね。そのそこだ。はい、つくせ。やばい。いい攻撃入るね。そこよ。インフェルノブルー。そこだ。やくらい。セイドブライト。セイドブライト。セイドブライト。そこよ。よいしょ。ジルクラッカー。ちょっと待って手加減。消えない客。そこだ。食らい尽くせ。もろい。かげすまる。邪魔よ。そこだ。食らい尽くせ。そこだ。切り裂く。よし、決着ですね。で、早々に戦わせる。食らい尽くせ。逃しはしない。インフェルノブルー。カレイドイエリス。そこだ。クライクス。終わりだよね。終わりがハモってしまった。よし、村の方に戻ろう。ザビーダの使ってた道具、あれ何だったんだろう。銃って知らない。元はアイフリードの持ち物のようでしたね。あんな道具も精霊術も見たことがないわ。別の大陸からアイフリードが持ち帰ったものかもしれんの。別大陸の技術。アイゼンは大丈夫かな。あの精霊、なかなかの手だれと見ました。むやみにことを構えない方が良さそうですが。そもそもザビーダのやつ、溝の時といい今回といい、何が目的なんだ。デートなんて嘘吹いていましたけど、相手はアゴヒゲの可愛い子ちゃんって。アイフリードと同じ。ベンウィックが言ってたんだ。アイフリードはアゴヒゲの人だって。そうか。樹林で聞いた手配精霊ってのはザビーダだな。精霊は奴を探している。ザビーダはそのことに気づいてる。その上でアイフリードの存在を匂わせてアイゼンが追ってくるように仕向けた。アイゼンもそれを読んだ上で追った。ただじゃ済まないかもな、こいつは。アイゼンが危ない？だとしても、海賊病を手当てしないとどうにもならない。とにかく、船へ急ぐわよ。分かってて行くっていうのはすごいよな。行かないもんな、俺。ちょっと無理かな、みたいな。親父、もう俺は無理だ。この村で開拓なんてやってられないよ。また泣き言か。あの親子、なんだか不穏な空気ですね。放っておくでふよ。親子喧嘩は犬でも食べないと言いまふよ。それは夫婦喧嘩だよ。そんなんじゃない。もう10年になるってのに、この村は少しも豊かにならないじゃないか。年々寒くなって収穫は減る一方なんだぞ。ゴーマ病だっていつまでもなくならないし。だからなんだ。他の土地に比べたらウエストガンドのゴーマ病はむしろ少ない方だろう。よそはもっと寒冷化の影響やゴーマの被害が大きい。俺たちは随分マシだと思うがな。開拓のことだけ考えてりゃいい。俺たちは他よりずっと恵まれてる、そう言いたいのかよ。今すぐに結果を出そうと焦るな。ウエストガンドは広大だ。諦めずに土地を開き続ければ可能性は大いにある。100年後1000年後、わしらの血を継ぐ子孫たちが笑って暮らせるよう、その礎になれればそれでよい。だから俺たちの子孫なんて言ったってどこに。そんな、お父様のお言葉感動しました。大魔師として一日も早くゴーマ病を撲滅できるよう、私も精進し皆さんの手助けをしたいと思います。お若い大魔師様、ありがとうございます。ならば手助けの手始めに、うちの息子の嫁になってやってくれませぬか。え、このバカ息子は恋人に逃げられてからずっとこんな調子でして。すみません、そちらの方は私はお力になれそうにありません。来ないとあげればいいのにな。結婚ね、結婚して何か変わるってもんでもないと思うけどな。あれ、ここだっけ。ここか。あ、何、どれ、これカエル。あ、カエルがいる。海の近くで珍しいですね。あ、一句できたぞ。レニードや
カエル飛び込む海なあった。マギルー？何ですかそれ。ふと心に浮かんだマギルポエムじゃよ。塩水とは知らずに海に飛び込んだカエルのビビリぶりに思いを馳せてみたんじゃ。そう、さっぱりわかりませんが。あ、また一つできたぞ。痩せガエル、負けるなマギルー、俺にあり。マギルーが痩せたカエルを応援したってこと？そう、カエルの賭けバトルで大穴に全財産をつぎ込んだわしのチャレンジ精神を読んだポエムじゃ。わびさびがあるじゃろ。単に欲望丸出しなだけじゃないですか。それで痩せガエルは勝ったの？いいや、カエルにかけた金はビタ一文返ってはこんかったわ。それはある意味わびしいですね。一番うまいのはエレノアかもしれんな。よし、早く届けてやるか。すごい時間かけてるけどね、もうダメなんじゃないか。よし、こうなんかあれだよね、散々遠回りしたりさしてきたのにさ、直前で走ってさ、あたかもすごい頑張ってきました感を出してる感じだよね。サレトーマの花取ってきたわよ。助かったよ。で、副長は？喧嘩屋の精霊を追いかけてピューッと消えよった。その精霊ってザビータってやつだろ。なんで一緒に行かなかったんだ。海賊病のあなたたちを放っておけと。そうだよ、副長が危ねえんだ。精霊がザビーダを狙ってるから。知ってんじゃねえか。こっちも精霊に出入りしてる商人から聞き出したんだ。ローライネでメルキオルってタイマシが大掛かりな罠を張ってるって。そんなとこに飛び込んだら副長もただじゃ済まない。メルキオルが動いてる。なぜメルキオル様が直接指揮でザビーダを。いえ、それよりこの子をメルキオル様に回収してもらえば清涼に戻れる。相手は特等タイマシよ。罠じゃなくても強敵よ。くそ、お前ら全然当てになんねえ。もういい、俺たちが助けに行く。あなたたちが行ったところで叶いっこありませんよ。あんたは自分が危なかったら仲間を見殺しにすんのか。え、仲間を助けたいから行く。負けると分かってたって戦う。やるかどうかを決めるのは自分だ。それが俺たちの流儀なんだよ。短気な連中ね。誰も行かないなんて言ってない。え、副長と船長がいつ戻ってきてもいいようにさっさと薬を飲んで船の準備をしておいてよ。船長が？アイゼンが罠に飛び込む理由なんてアイフリードしかないでしょ。わかった、こっちを任せてくれ。ほら、あんたも。まずいらしいよ。まったく、海賊は理不尽ですね。理屈じゃなく守りたいものがある。マギルーは？理解に苦しみます。マギルーは？マギルーは？やっぱまずいんだ。マギルーのやつは？さて、肝心のアイゼンの行き先だが。樹林でタイマシが言ってたローライネって何なの？ウエストガンド領の北方にあるタイマシの訓練を行う塔です。ベンウィックの情報とも整合する。そこね。きっとタイマシがたくさんいる。アイゼン、そんじょそこらのタイマシにやられるようなやつじゃないさ。死神を相手にする方も気の毒じゃて。うん、追いかけて合流だね。はい、ということでじゃあここで一旦区切って次回行きましょうか。それではご視聴いただきましてありがとうございました。よければ次回もよろしくお願いいたします。アイゼンどこにいるんだ。